いつもように泣く泣き恋のだった私に届いた知らせは黒い縁取りがありました。雨は3年前止めるあなた平気に残し動き始めた汽車に一人飛び乗った色下がり教会の前に佇み往復の私は祈る言葉さえなくしてた。あったかくなってお花が綺麗ですね。この間もドライブ行くときに梅が咲いてる、梅咲いてんねっつって、あっちも梅咲いてんの、あっちは梅じゃねえな、あれは桃だなって奥さんに言われたりして、あ、桃ですか、桃だ、あれあっちも桃ですか、あっちは桜ですねって言われたりして、さあこれは何ですかっていうと拳です、あっちも拳ですか、あっちは木蓮です。毎年ですけどね、こんなやりたい、あれは蓮行ですか満作です、これは満作ですかっていうと三種油ですって言われて、毎年毎年恒例のやり取りがありますけど、ね、楽しみにしてるっちゃ楽しみにしてるんです。今朝はツツジの花が綺麗でしたね。もうツツジもぼちぼち咲き始めてますね。こっちの方は、なんていうのか庭木っていうかね、庭木とか、あ、植え込み、ん、生け垣か、植え込み、生け垣にツツジとか、まあ銅弾ツツジなんかを使うのが、非常にポピュラーなやり方なんで、ツツジは非常に多いんですけどね、あの刈り込んでよく、生け垣とかね、生け垣だとこう四角くまっすぐにこう刈り込むし、庭木にしてあるのだとこうこんまり丸い感じによく切ってあるのがあって、それもすごく綺麗なんですけどね、あのそんなっていうのほっといてひょろほっ、まあ、表現悪いんだけどさ、言葉悪いんだよ、ひょろって伸びたツツジの花がふわって咲いた時のあの綺麗さっていうのはまたちょっと違う趣がありますね。いつも奥さんにね、あれ何あの花綺麗だね、ちょっとあれツツジだよなってよく言われるんですけど、あの手をかけてこうわーっと咲くツツジも綺麗だけど、あのほっといてね、庭で放投げてあるツツジがふわっと咲いた時の綺麗さっていうのもまた格別な、どっちかっていうと俺はそっちの方が好きなんだよな。